コカマキリの脱皮、あれから小1時間経って全然進んでません。頭はとりあえず脱げたんで、多分ね、頭は多分脱げたんで、腕を脱いで、その後体全身を剥いでいかなきゃなんない。これはどうしたんだ。冬のカマキリ成長日記。スネオはよく食べるよ。スネオはよく食べますよ。今蜂蜜を大量に舐めたところ、スネオさんはよく食べる。お腹もいい感じで太ってきたでしょ、ほらね。北海道チーズケーキ、あとエビとサーモン。うんちがあんまり出てない。エビを食べろ、俺がくちゃくちゃに噛み砕いたエビ。エビ、気に入ってるか。お前、中足の位置変じゃない？足の位置変だろ。いい感じだ。食べてるね。俺の唾が混ざって、いい感じの柔らかさにくちゃくちゃに噛んだやつ。よし。咀嚼を代行してあげると同時に、人の唾液の混ぜ加減で柔らかさを調節できる。うん、待て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 。唾液の殺菌効果を期待して遊びながら舐めさせているが、ほとんどのカマキリがよく舐める。その際、指を食べようとすればだいぶお腹が減ってきたというサインでもある。このサインが出たら餌やりするのも良いでしょう。乾いたカマキリばかりの状態だと治安も悪化するので、そこはご自分の裁量で。わら。孵化から393日飼育した経験から断定させてもらうと、カマキリも一生の食い口が決まっている。それを早く食べきってしまえば、太く短い人生となる。餌やりのコミュニケーション派楽しくて？ついつい、毎日してしまいがちですが、水、唾、蜂蜜、ビールなどで濁しながら、間隔をしっかり空けて与えるといいですね。これは、成虫になってからの話で、幼虫の間は、毎日、息を与えて、しっかり、お腹を太らせてあげてね。スネオの場合は変色で、ずっと食べ続けていた、半殺しの小バエを受け付けず、以前紹介した例のチーズケーキと、ネギトロのトロが腹いっぱいに詰まってます。糞の量が少ないのが気がかりかな。